さんこんにちは。インターン生の川島です。本日は第7回最終回ということで、下絵付け、釉薬、そして本焼成のことについて紹介していきたいと思います。まず下絵付けなのですが、下絵付けとは、顔料を用いた、絵の具を使いまして、絵を描いていきます。で、下絵付けの顔料の、基本としましては、ベンガラとゴスというものがありまして、ベンガラは鉄分を多く含んだ顔料です。ゴスは、コバルト化合物という、成分を多く含んでおりまして、ベンガラは真っ赤な見た目で、ゴスはだいたい青色とか茶色などさまざまな色がございます。ベンガラの方は、そうですね、酸化焼成というものがあるんですけど、酸化焼成の時は黒っぽく、還元焼成の時は黒と赤茶に近い色合いが出ます。それで薄く塗ってしまいますと、ちょっと色が出ない場合もありますので、なるべくちょうど良い濃さで描かないと出ないこともあります。ゴスの方はベンガラと違いまして、墨の濃淡のような表現ができるので、たとえ薄いものでもちゃんと表現が出てきます。で、釉薬は、作品が素焼きしたものですと吸水してしまうため、その吸水を防ぐためにガラス成分を含んだ液体状のものでコーティングするものを釉薬と言います。次に、手順にしましては、素焼きしたものはある程度凹凸がありますので、ヤスリがけをしまして、その粉を、スポンジで、水を含んだスポンジで拭って、ちょっと乾かします。その後に、下絵付けしたい場合は、あらかじめ、お茶とそのゴスやベンガラなどを混ぜた状態のを用意しまして、鉛筆で下書きをして、その上から描いていきます。鉛筆で下書きしたものは、焼成中は消えますので安心してください。で、その後に、絵付けが終わりましたら、その、釉薬をかけていきます。釉薬は一人でもかけることがあるんですけど、大型のものですとやはり一人では釉薬をかけられないことがあるので、数人でかけることもあります。とその後、そうですね、釉薬をかける際は、作品の底に釉薬が来ないようにしてください。なぜかと言いますと、釉薬がそこに来てしまうと、釉薬がその焼成中に溶けてしまって、それで、板や他の作品にくっついてしまって取れない場合がありますので、注意してください。最後に、釉薬が完全に全部かかりまして、ある程度乾きましたら、小さい穴がポツポツと出てくるので、それをちょっと指でこすってなくしながらとか、と微調整をしながら釉薬がけは完成になります。さて、その釉薬がけが全て作品できましたら、いよいよ本焼成になります。本焼成の焼き方には2種類ありまして、 OF つまり還元、失礼しました、 OF 酸化焼成、 RF 還元焼成というものがあります。これらは理科の実験のような感じなのですが、OF 酸化はその顔料や釉薬などに酸素をくっつけまして、それで焼成していく。還元は、顔料、その、釉薬から酸素を取って、それで焼成していきます。で、OF と RF の違いはと言いますと、酸化焼成の方は、RF 還元焼成より、きれいに色が出るので、絵付けをしたもの、きれいに出したいものは、酸化焼成の方がおすすめです。 RF は、逆にちょっとくすんだ色合いになりますので、
ちょっとそうですね、あまり絵付けには向かないとは言えませんけど、ちょっとあまり綺麗には出ない場合もあります。と本焼成の、釜詰めの手順はほとんど素焼きと同じですが、いくつか違いがございます。と棚板と支柱にアルミナコという粉がありまして、それを水で溶いたものを塗っていき、それから釜詰めをしていきます。これを塗るとある程度釉薬の、くっつきの防止にもなります。次に、釉薬をつけた作品をあらかじめちょっとくっつけた感じでしたり重ねたりして、釜詰めをするということはやめていただきたいです。それはもちろん釉薬が溶けてその作品同士くっついてしまうということになるからです。で、あとは流れやすい釉薬というものもありまして、それはつまり焼成中に溶けてこう下にダバーッと流れてしまう釉薬もあります。それは、もしその棚板が2枚なってちょうどそこに境目があった場合、下に垂れてくるという恐れもありますので、なるべく棚板には境目にはとい作品が来ないように置いてください。はい、でその後は素焼きとほとんど同じで、焼成のプログラ電気窯の場合ですと焼成のプログラミングをして、大体本焼成ですと1250度まで達して焼いていき、あとは時間の方は15、6時間とかなり大掛かりな作業にもなります。で、還元焼成の時だけちょっと還元作業というものがありますので、それは、あらかじめそれは、ガスバーナーを用いて、火を釜の中に入れて還元していくという作業です。そうですね。で、還元または、酸化焼成が終わりましたら、素焼きと同じようにある程度冷まして、後日釜出しをして掃除をするということになります。以上で、陶芸の制作工程についての基本は、説明はここまでとなります。そうですね、最終回ですが、いろいろ拙い点があったと思いますが、ここまで見ていただきまして大変ありがとうございます。また別の機会でお会いできたら、その時はよろしくお願いいたします。それではさようなら。